はい、どうもこんにちは、103系です。ということで今回はね、まあ後編っていう動画出そうと思ってなんか撮ったんですけど、なんかめっちゃ短い感じで終わったんで、ちゃんとしたね後編をねやっていこうと思います。こっち今ね、先がいたのねあっち側なんですけど、今回ねこっち側に来ております。今ねこっち側踏切の奥に来ましてね、車で移動しまして、で奥に来ております。いやまあ疲れましたっていうか、いやまあね、はい、まあ移動してですね、まあこっち側に渡ってこっち側に来てるんですけど、あの踏切とか渡ってきたんですけどね、あっちの踏切じゃありませんよ、あれは閉鎖されてるんで今は行きません。で今なんか踏切が鳴ってるので電車が来るんでしょうか。こっちはね平地で、あのちょっと雑草のね背後も低いというわけで、こっちから撮ったらね綺麗になるんじゃないかなっていう感じで、なんかちょっと電車をねいろいろ撮っていこうかなって思います。これに関してはこのすごい建物とは一切関係ないんで、ただの鉄オタがなんか綺麗な感じで写真を撮ろうっていうだけの企画なんでね、いやもうなんか全然普通に写真撮っていくだけの動画なんですが、まあ見たい方はご視聴ください。ということで早速一発目の電車が来るそうなので撮っていきましょう。お、伊勢志摩ライナーですね。前編を見てる方は分かると思うんですけど、さっき来たんでね。伊勢志摩ライナー。なかなかゆっくりだな。お、来ました。伊勢志摩ライナーです。感じですね。ビスタカーと伊勢志摩ライナーのステージがかっこいいです。じゃあ今撮った写真ちょっと見ましょうか。どんな感じで撮れてるかな。ちょっと待ってくださいね。うわブレた、最悪。いやまあいいか、まあ動画的にはいいと思うんで、こんな感じで撮れましたね。うん、まあいい感じで撮れます。うん、それだけ。まあねこっち側ね背も雑草の背がねあっちに比べてめちゃくちゃ低いんで、こっち側の方がね撮りやすいですね。でまあね皆さん来ようと思っている方はね注意です。5時以降にね来ますとね、ここの踏切閉鎖されてしまうんでご注意を。まあね、ここ全体一帯がね5時以降はねもう基本的終了となるんで、ね、駐車場とかね、まあ、そういう系もね全て5時以降は閉まるというわけで、皆さん来るときはね絶対に5時前に来てください。お、ここいいじゃないかな。ここちょっとなんかカーブになってるってとこかな、とこがなんかちょっと取りやすそう。はい、なんかご案内って書いてるんですけど、はい、こちらねここの踏切の名前はねなんかこういう踏切名なんらしいんですけど、開放時刻が8時、開閉鎖時刻が5時となっておりますのでね、皆さんね来たいと思った方は5時以内に来てください。そうじゃないとね閉まってるんで。でもね、はい、電車が全然来ない。地味にここからね最大時期は見えるんですけど、どうやらこの私が使っているカメラでは拡大が少なすぎて全然撮れません。さっきの伊勢志摩ライナーってどこ行くんですかね。私わからないですけど、え、こうあれ最大時期で折り返して車庫か入るって感じ。あ、そんな感じなのかな。そしたらすごいよね。なんか最大時期で折り返すってなんか自然っていうか、なんていうの、なんかあんなでかい駅で折り返すとかマジですごいね。でかい駅だからこそ折り返すっていうのもあるのかもしれませんね。
いや、なんか回送電車がね、いちいちね、電車、駅に来てね、そこで折り返すっていうのはなんか、です、なんか、あれですよね。あれっていうか、語彙力。なんかね、はい、折り返しっていうのはもう、踏切が鳴っておりますね、奥の方。電車来るんじゃないかな、そっち。ここはね、閉鎖されております。だからね、皆さん、来るときはね、気をつけて。何回言うんだよって話です。踏み切りなりました。いやー、もう日が落ちるのも早くなりましたね。言ってる間に8月もう過ぎますよね。もう気づいたら8月の半ばですよ。本当に皆さん、そろそろやっと夏休み入ったと思われますが、どんどんウイルスは増えていくばかりですね。さっさと収まらないかな。まともに電車も乗れないんですよね、そういうことがあると。ここで固定しまして、お、また同時に電車が来るそうです。取っていきましょう。来ましたね。シリーズ21っていうの、あれ、いいですね。なんかこの感じ、このアングル、この夕日の中を走っていくね、快速急行っていうのはまたかっこいいものです。お、阪神電車だ。あれ、これすごくない？新旧で連結してるんだけど、これってレア？わかんねえ。行っちゃいました。はい、今のってレアなんですか？わからない、僕には。だって前2両がね、新型車両で、後ろ2両がね、後ろ2両じゃない、6両ぐらい繋がってたかな。後ろ6両が、何系っていうの？あんまりわからない。まあでもなんか違う形式の電車がね、一緒に走ってます。くっついて走ってたんですけど。いやー、快速急行乗りたいな。なんかね、なんか検証みたいな、検証動画みたいな、鉄道検証動画みたいなの出してみたいと思うんですけどね。このウイルスの問題ですからね、今。とか言いながらもね、外出してるじゃないかっていうけど。いや、まあ、私ね、見ての通りもこの草原ですよ。3密とか、全然関係ないですよね。一切。私もサバンナに取り残された男ですから。って言ったらね、かわいそうに思いますか？思いませんよね。はい、それでなんか電車来ないの？教えて、なんか神様、電車来ないの？なんか奥 LED がチラ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 来てるけど、おい、あれ島風だよ。絶対にあれ島風だよ。ちょっとカメラで拡大する。あ、もう行っちゃった。もう行っちゃった。多分今の島風だったと思います。多分ね、京都駅から行って、多分京都駅に行って、そこから折り返してね、最大寺の車庫にね、帰るって感じのコースで今走ってたんでしょうね。うわ、最大寺駅走ってたんか。あ、またなんか LED 見える。あれ、何、いやー、私ね、まあできるだけ車密を下げてるんで、安心してください、大丈夫です。あ、
電車来ないんですけど、てんてんてん、電車来ないんですけど、てか人少なくなって真っ暗になりかけてるんですが、最後1本ぐらい電車来てよ。それ最後電車来たら多分もうこの動画終わると思うんでね、はい。最後何か電車来るかな、ちょっと来てよ、お願い、マジでお願い。急に来なくなったんだけど、なんでだよ。あ、でも奥に新大宮駅にね、なんか電車一つ止まっておりますね。いや、奥に明かりが見えます。拡大したら見えるかもしれません。見えましたね。今なんか来てるのは分かるんですけど、いや止まってるのは分かるんですけど、いつ来るかって問題です。最大寺方面から来る電車はね、もう来ると思うんですよ。信号青なんで。あ、奥もね、どんどんライトが近づいて、あ、奥踏切になりました。電車食いますね。新大宮駅に止まってるってわけで、私ね、ある程度は予想がつくと思うんですけど、今からね、電車が来るんですけど、まあ、電車予想を私はいたします。来る電車は絶対に急行の京都行き。合ってると思ったら高評価よろしくお願いします。じゃあ、最後一本撮りましょうか、動画。合ってると思ったら高評価。合ってたらね、チャンネル登録、ぜひお願いします。いや、登録してる方はね、外さないですよ。そんなことしたらね、私、発狂します。あ、電車来たね。はい。ちゃんと撮ろう。急行京都行きですよ。合ってたら本当にチャンネル登録してない方はやってください。チャンネル登録してる方は高評価ね、お願いします。お、来ました。あれは何だい？準急ナンバー、なんでだよ、なんでだよ、準急ナンバー。あ、反対からも電車が来る、なんでこれは幸運なんだよ。じゃあ反対側からの電車ちょっと言っていいですか。多分特急。いや、これで合ってたね、もし合ってたら高評価お願いします。どんだけ高評価してほしいですよって話なんですけどね。いや、まあそれはね、私ね、高評価はしてほしいですよ。ある程度ね、私チャンネルは趣味でやってるわけなんですけど、火花が今散ったよ。なんでだよ。踏切がカンカン鳴っておりますが、はい、何電車が来るのかな。合ってたら高評価ね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイクうるさいな。特急じゃないじゃん、あれ。何、急行とか。とかね、今になって。はい、というわけでね、電車行きました。というわけで今回はね、今回は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。できる方はね、どんどんチャンネル登録してください。あとね、高評価もね、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。